背中を見せてあげて。ステゴサウルスでーす。イクタハルカの恐竜、わしゃーい。あー、どうも、イクタハルカと、ガブくんでーす。前に、Nスタっていうニュース番組でも紹介したことあるんですけれども、子供の森公園っていうのがね、品川にありまして、で、その公園は、恐竜が本当にね、いっぱいいるんですよ。恐竜とディメトロドン、2体。すっごくいい公園がね、あるので、恐竜は一人でも紹介したいと思います。行ってきました。どうぞ。子供の森公園にやってきました。わー、あれ、なんか変な人がいる。お、ガオくん、ガオくんが。あ、なんか変な人がやってきた。変な人がやってきた。わー。恐竜さんたちがいっぱい。でかいのとなんか変なのいる。なんか踊ってる。踊ってる。これってどうやって降りるんだっけ。知りません。どうした？迷子になっちゃった？迷子か。ここはね、子供の森公園っていうんだ。お母さん、どこで外れたか覚えてる？忘れちゃった。僕のお母さんはとっても背が大きいんだ。大きい人を探そう。大きい人を探そう。大きい人探そう。僕ね、僕のお母さん。え、もしかして？さあ、ここからどうしますか？どうやって登りましょう？こっちに行きたいんだ。行けません。どうやって行けばいいんだろうね。回りたいんだよね。あ、これは何ザルーズでしょうか？これはなんか竜脚類。竜脚類。なんかしら竜脚類で。竜脚類。大人が普通に楽しんじゃってるね。新馬場っていう京急の駅から徒歩10分。気になる人はぜひ遊びに行ってみてください。なんか変な人いなかった？あともう一人、ゆうきのさんのことか。あのお方は、でも変な人だけれども、でも人のこと言えないけど、あのお方はダイナソーダンスの振り付けを担当してくれているゆきのさんっていうお方なんですね。ちなみにダンスを踊るときとか、タンパク質を取って効率よく筋肉をつけるみたいな、前に話したと思うんですけれども、こういうサプリメントも取ってたりします。夏は蚊がいるので虫除けスプレーを持って行ってもらえればいいと思います。ではバイバーイ。